どうも陣海さんの嫁で日野は泊役を演じております山下大輝ですそうですねそれぞれたぶん見どころっていろいろあるんじゃないかなって思うんですけど僕は金野木さんがコンクリート食べてるところの総集編を全部一気に作ってほしいなって思ってます。なんか本当にねバリバリ食うのよ。 めめちゃめちゃゃ美味しそうに食べるからいやー毎回そういうとこが気になるんですよねコンクリート食べてる瞬間とかをめちゃめちゃまだねできてないですけどとかそういう瞬間とかをすごい見ちゃう感じはあるので僕的な見どころは陣外さんの嫁見てくださっている方ありがとうございます。 えっとです、ね、本当にサクッと見られるアニメですしそうだな,なんかすっごいシリアスで心がギリギリするようなっていう内容にはならないと思いますし本当にサクッとこう片手間に見ていただいてそんで何かしらこう心にふわっと和やかな空間風風が吹いてくれたら嬉しいなって思えるようなすごくこうあったかい作品なので。 皆さんそれぞれ本当に暇な時とかでもいいので、サクッとね。見ていただけると嬉しいなと思います。それぞれがあったかい気持ちにさせてくれる。すごい素敵な物語になっていると思いますし、この作品ってもうなんだろうな。無限に続けられる作品なんじゃないかなと思うんですよね。だからこそ、本当これからどん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 広がっていけるような作品だと思いますし。 それぐらい物語がどんどん,どん,どん出てくるような、歪みのような作品だとも思いますので、えー、皆さん、これからも応援していただいて、えー、陣外さんの嫁を愛してもらえると嬉しいなって思います。えー、これからも陣外さんの嫁、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあねー。